こんにちは、朝霞歯科医院長の朝霞和弘です。今回は虫歯になりやすい人必見、虫歯予防の3つのポイントについてお話しします。自分は周りよりも虫歯になりやすい気がする、そんな人が虫歯になりにくくするためにどういった行動をしたらいいか分かりやすくまとめてみました。ぜひ最後までご覧になってください。では早速行ってみましょう。虫歯初期の段階では治ることはありますが、他の病気とは異なり、人間の体が持っている自然に治す力で治ることはありません。虫歯になってしまうと、その部分を削って何かを詰めることによって治療します。失った歯は二度と再生することはありません。ですから虫歯にならないように予防することが何よりも大切です。虫歯の始まり方を簡単に説明します。お口の中に住んでいる虫歯菌などが糖分を養分にしてプラークというネバネバした物質を作ります。プラークは口の中で繁殖したたくさんの細菌が住み着いています。わずか 1g の1000分の1の中に1億個以上の細菌が生息しています。このたくさんいる菌の中に虫歯菌や歯周病の原因となる菌がたくさんいます。飲食をするとその直後から虫歯菌が糖分により酸を作り出してプラーク中が酸性になります。この時歯の表面を溶かしカルシウムやリンが奪われます。この反応を脱灰と言います。しばらくすると唾液の働きにより酸が中和されカルシウムやリンが歯の表面に戻ってきます。これを再石灰化と言います。飲食のたびに脱灰と再石灰化が繰り返され、脱灰が優勢になると再石灰化が追いつかなくなり虫歯へと進行していきます。ではこれからその虫歯を予防するためのポイントを3つをお話ししていきたいと思います。虫歯予防のポイント1つ目は糖分の摂取回数を控えめにするということです。糖分を上手にコントロールすることで虫歯菌の養分となるものを少なくし菌の繁殖を抑えることができます。糖分の含まれる食べ物や飲み物を摂取する回数が少なければより虫歯になりにくくなります。特に注意したいのは3度の食事以外にとる間食の回数です。間食は1日に1度まで、甘い飲み物はできる限り飲まないようにしましょう。微糖、無糖のコーヒーにも糖分は含まれているためコーヒーをよく飲む人は注意しましょう。虫歯予防のポイント2つ目は虫歯菌を減らすということです。虫歯菌を減らすためにはブラッシングが最も重要です。正しいブラッシングによって虫歯菌の住処となるプラークを取り除きます。食べ物の食べかすがついたまま数時間経つと歯の表面では虫歯菌が大量に繁殖します。特に寝ている間は唾液の流れが弱いので歯のエナメルスから溶け出したカルシウムやリンが補われず危険な状態が長く続くことになります。そこで歯磨きをするタイミングは食後、寝る前がいいと思います。理想は朝昼夜の1日3回ですが、お忙しく時間がない人は1日1回入念に歯磨きをする時間を取るようにしてください。3回行っている人でも3回とも適当に行ってしまうと歯を磨いている意味がなくなってしまいます。歯ブラシがしっかり歯に当たっていることを確認しながら磨くことをお勧めします。虫歯予防のポイント3つ目は付加物の応用です。皆さん聞いたことあると思いますが、フッ素のことです。フッ素は歯の表面から取り込まれて歯の結晶の一部になります。付加物を含んだ歯は普通の歯よりも丈夫になります。虫歯菌の出す酸に対してもより強くなり虫歯になるのを防ぎます。また歯のエナメリスの周りに付加物があると一度脱灰した部分の再石灰を促進しエナメリスの補修がしやすくなります。最近の研究ではこの再石灰化の促進力の方が虫歯予防の効果が高いと言われています。歯医者さんで定期的に高濃度のフッ素を塗ってもらうようにしましょう。またこのように付加物濃度の高い歯科医院で専用に売っている歯磨き粉をおすすめします。僕はこちらのチェックアップを使用しています。興味がある方は概要欄にリンクを貼っておきます。では最後に復習に入る前にいくつかお知らせがあります。朝霞歯科医院では公式のインスタグラムがあります。スタッフの写真、インプラント手術中の写真、歯に関する有益な情報を配信しております。ぜひフォローしてください。また朝霞歯科医院ではインプラント治療に力を入れております。専門医による高度な手術を実践しておりますので、インプラントを考えている方はぜひご相談に来てください。概要欄にリンクを貼っておきます。では最後に復習をしましょう。今回は虫歯の仕組み、虫歯予防のポイントを3つお話ししました。歯は脱灰と再石灰化を繰り返しています。このバランスが崩れて脱灰の時間が長くなってしまうと虫歯になります。虫歯を予防するには3つポイントがあります。1つは糖分の摂取回数を控えめにすることです。朝昼晩一度の間食以外での糖分の摂取は控えるようにしましょう。コーヒーなどは無糖でも糖分が含まれています。だらだら飲まないようにすることをお勧めします。2つ目は虫歯菌を減らすということです。1日3回の歯ブラシをすることが理想です。特に夜間虫歯は進行しやすいので寝る前は必ず入念に歯を磨いてください。
3回とも入念に磨くことが難しい人は、1日1回は入念に磨く時間を作ることをお勧めします。3つ目はフッ化物の応用です。フッ素は歯の再石灰化を促進し、虫歯になりにくい歯を作っていきます。歯医者さんで定期的にフッ素を塗ることをお勧めします。毎日の歯磨き粉もフッ化物濃度が高いものを使用することをお勧めします。ではまた次の動画でお会いしましょう。